じゃあ行きましょうか。こんにちは、こんばんは。この度ですね、ホンダの犬版 RS 買っちゃいましたんで、まあその感想だとかちょっと話していきたいかなと思います。よろしくお願いします。私はですね、アラフィフなんですけど、まあアラフィフだとですね、まあ若い頃はもうなんつってももう車しか若い頃はもうなかったんだよね。まあ今の若い人で言うところのそのスマホに当たるもの、もう全然価格帯違いますけど、もう車がないともう機動力のなさすぎて、なんかなんていうのかな、楽しさが足りないみたいな。まあそんな時代でしたよね。で最初に買った車はホンダのインテグラタイプ R 96スペック、まああれですね、もうレーシングエンジンみたいなエンジン積んだ車なんだけど、まあ欲しくて、まあ会社入社して3年目ぐらいの時ですかね、買いましたね。まあでもなんだろう、仕事する目的っていうんですか、車買うために頑張るみたいな、まあ懐かしいね、なんかそんな感じだったかなって今思います。でまあそのインテグラのタイプ R 買って、まああれですね、もう夜な夜な走り回りましたね。なんかもう嬉しくて、なんか全てを車につぎ込むみたいな。で休みの前の日なんか行く当てもないのに、なんか高速乗って東郷に乗って青森まで行って帰ってくるみたいな。往復どうだろう、1000キロぐらいあったんじゃなかったかな。そんなことやったりとか、山の方走ったりだとか、まあそんなようなことをしてましたね。まあそんなこんなで、まあ車が好きなんだよね。でこの車乗り換える前は ND ロードスター、はい、2015年出て割とすぐに買いましたかね。もうなんだろうな、一目惚れっていうか、もう ND ロードスターちょっと街走ってるの見て、何これかっこよすぎねみたいな感じで、もう欲しくて。ただね、まあまあいい年こいてというか、ね、ND ロードスターって実は買うのすごい勇気いるんですよね。いわゆる2枚ドアのクーペって結局なんだろう、非常的には一応4人乗れたりとか、荷物も実は乗ったりみたいなところがあって、まあ基本1人2人乗りの車なんだけど、いざっていう時はまあ3人4人乗れるよ、いざっていう時は荷物もそこそこ乗るんだよって感じなんだけど、 ND ロードスターはもうとにかく割り切りが必要で、まあその説明もいいかな。だからまあその買うのにこんな買って本当マジ大丈夫みたいなのもあって、まあちょっとすごい買うのに勇気いるよねっていう話。まあでもまあそういうのを押し切って結果的には買ったんだけどね。で7年間乗りましたっていう話。まあ本当いい思い出しかないというか、やっぱなんかあれだけそう走りに振った車だから、やっぱ運転して楽しくないわけがないのよ。もうね、もういちいち最高だったね。まあちょっとなんだろうな、パワーが足りないみたいなそんな声もあるけど、僕はそんなにそのパワーが足んねえから物足りねえ、この車つまんねえみたいな、そんなんはなかったかな。まあ年齢的にまあ落ち着いてきてるみたいなのもあるのと、まあ実際そんなスピード出してなくてもスピード感あるのと、自分が好きなドライブコースはいわゆる峠、いわゆる狭めの道、
くねくねした道みたいなところを走るのが好きだから、まあ、そういう、なんだろう、思考だからっていうのはあるかもしれないね。だから、その、いわゆる高速道路みたいのを、なんか直線番長的にこう走るのが好きみたいな感じだと、うん、まあ、ちょっと物足りない気持ちが出ちゃう気持ちはわかるかな。あの、料金所の後のこう、ダッシュとか、まあ、普通にクラウンとかでも置いていかれますみたいなところはちょっとあったんで、まあ、まあね、うん。で、なんでこの車に乗り換えることになったのって話なんだけど、まあ、ちょっと長くなるんだけど、まず一つは、まあ、買うときもそれだけその勇気あって買ったんだよっていうことなんだけど、その、なんだかな、自分その、箱根の方とかに、その、なんていうかな、ドライブ行ったりするんだけど、その道中、いや、なんだろうな、その、首都高速混みます、東名高速混みます、小田原厚井道路混みますみたいな、その何で走りの場所の現地に行くまでの間混みすぎ問題、車乗り換えても混むものは回避できないんだけど、何がネックだったかっていうと、まあ渋滞余ると眠くなるじゃないですか、で眠くなった時に、まあ、運転してなくは眠れないけど、まあ、いわゆるその、ドライブインっていうのかな。そういうところに入って、やっぱ休憩するじゃないですか。まあ、トイレ休憩も兼ねながら。で、眠かったら、まあ、車の中で寝てる人って結構いると思うんだけど、ロードスターは車の中で眠れないんだよね。何がネックかって、やっぱり、椅子が倒せない。後ろにね。で、椅子が後ろに倒せないんだけど、まあ、劇的に眠くなると、まあ、その、普通に直立したその状態の椅子でも眠れることは眠れるんだけど、まあ、寝た後体中痛い問題みたいなのがあって、ちょっとまあ、それをその、なんか、繰り返してるうちに、ちょっと俺、この車しんどくねみたいな気持ちになってきちゃったんだよね。正直そこだけなんだけど、で結局もうもともとね、ロードスター自体は何、最後のガソリン車っていうか、もうそのいわゆるガソリンで動く車を自分が趣味で買うとしたら最後の車って思ってたんだけど、まあ、そんな経緯もあってね、まあ、手放そうと思ったって、なかなか踏ん切りがつかなかったんだけど、まあ、その、実際2015年の時に、ロードスターとボイチャー対抗と思ったのは、86だったんだよね、当時ね。で、結局、今回買い替える時も、ちょっと86、やっぱ86は気になってたんで、GR86? で、その、ね、2.4 リッターになりましたみたいなさ、結構なんかすげえなんかトルクフルになってすげえいい車になったぜみたいな、まあそんな感じだったんで、まあトヨタさんに飛び込みで試乗させてもらいに行ったんだよね、まあ、当然飛び込みに行ったから試乗車なかった、まあ、1週間待ってまあ試乗しましたみたいな、 GR86 なりましたみたいな、いやー、まああれですね。そのインテアールのエンジンっていうか、まあエンジンに関してはちょっとまあ確かにすげえと思いました。もういわゆるスポーツカー乗ってんなーみたいな。割とこう低回転、まあもうなんか3000回転ぐらいから20キロ以上のトルクがあって、割と7000回転ぐらいまでは一気に引き上がるような。まあ試乗だったんで、まあ7000回転までガリゴリ引っ張るみたいな運転できなかったけど、まあちょっとそのね、まあ販売員の方にちょっと言って、まあ少しちょっと試乗だけどちょっとエンジン吹かさせてもらってもいいって試してみると、まあ早いわけよ。ああもうセカンド、まあローとセカンドで引っ張るぐらいしかできないんだけど、あっという間に
60キロ超えみたいになっちゃうんで、まあ市場なんでやっぱ60キロぐらいまでかなって私は思ってるから、うん、なんていうかな、まとめるともうその時点でもうワクワクしてきちゃったんだよね。で、なんだろう。で、まあ、なんか欲しくなっちゃって、まあ、まあ、端的に言うともう購入モードになったんだよね。で、そのパンフレット見ながら、じゃあどのモデルにします、探します、こうしますみたいな人、見積もりまで取って。まあちょっと話すと、86ってグレード3種類あって、上中下みたいな感じで、なんだったかな ?RX? RS? RC? だかな、ちょっと間違ってるかもしれないけど、まあ、18インチのタイヤを履いた最上級モデル、17インチを履いた真ん中のモデル、鉄筋ホイールの16インチのタイヤを履いた廉価モデル。まあ、その廉価モデルって言ったらどっちかっていうと、まあ、ベースの車として買って、自分でちょっとタイヤとかマフラーとかどうせ自分で買えるんだろうみたいな、まあ、そういうセットの車になってて、まあ僕はその RC モデル一択だったんだよね。でその RC モデルだったんで、まあ、結局見積もりするときも、じゃあタイヤ何すんの、 何すんのみたいな、まあ結構一通り盛り上がって、まあざっくりね、あの車自体乗り出し、なんていうの、パンフレットベースの価格は270万なんだけど、その、なんつうのかな、いざ見積もってみたら350万になってたみたいな。まあ、要はそのホイールとかいろいろナビとかくっつけてると、まあそんな価格になっちゃいますみたいな。うん、まあまあ、ナビもさ、一声20万じゃん。まあ、ホイールも18インチのホイール4本セットとかだったら2、30万いっちゃうわけじゃん。だまああっという間なんだよね。うん、でなんかこれ待ってるって言ってる、待ってるって言ってる。もうちょっとあれだよね。おお。いやしとしたけどこれ自動的にエンジンかかるんだ。すげえ仕組みってんな。なんか。なんで今エンストしたかっていうと、今後で思ったんだけど、要はニュートラルに入ってると思ったのギアが、したら3速に入っていましたみたいな、うん、まあ、この辺がなんかまだ慣れてないよねっていう話だよね。なんかロードスターの時ってなんかエンストした方があったんで、ロードスターってなんかすごいよねと思うんだよね。うん、その試乗して86乗ったりとかさ、まあ、いろいろ知ったんだけど、86の時もなんかエンストガバガバし結構しちゃったんだけど、まあ、これも今やったけど、まあ体に馴染んでたからっていうのもあるんだろうけど、もともとロードスターを持ってて、なんかインストってしたこと、ほぼないんだよね。なんでかって思うと、何なんだろうな。ほんと体にフィットしちゃう。まあ、ジンバ一体って言うけど、まあ、そういう意味でもそうだったのかなって思うね。で、まあこの動画見てる人ってさ、結局、N1 同様って思ってるから、ちょっと N1 の話もちょっとしていくと、まあよくできた経緯だよね。僕の年代だと K のマニュアルって4層だったよね。でそのギアもクニャクニャしてて、どこのギアに入ってるか分かりやすいませんみたいなギアと、クラッチもクニャクニャで、どこでクラッチが切れるか分かんねえみたいな、まあそんな風な車だったんだよ、その K のマニュアルっつったら昔のさ。それがだよ、これまずこのギアコッキコキ、まあ、いわゆるそのスポーツカーのそれだよね、すごいもんコキコキって、ただね
これ慣れのせいなかもしれないけど、あれだね、エノニロードスカのギアのはもうワンランク上だった気がする、まあ、うまく言えねえけど、どこがワンランク上かわかんないけど、うん、まあもうランク上な感じがする、うん、これもすごいいいんだけどね。あ、またインストしたんだな。なんだろう、慣れだな、多分慣れなんだと思うけど、もうとにかくあれ馴染みすぎ問題だったのかもしれないね。なんか明確にこの部分をダメみたいなのは、感じないんだけど、でこの場所なんだけど、これも慣れ、場所として悪くないと思う、そんなに遠くもないし近すぎもせずにみたいな。ただね、やっぱロードスターの方が良かったよね。まあ、要はですね、これ場所というかこれ斜めに生えてるわけよ、棒がこっち側に。でロードスターは下から上に直立的にポンとこの棒が出てんだけど、その違いって実は結構あって、もう直立のやつに慣れちゃったから、この斜めにこの飛び出てるやつ、なんか慣れだと思うけど、ちょっと今、まあ慣れない、慣れたらまあ別にそんな問題ねえかなと思うんだけど、これなんかね、一瞬何足に入ってるか分かんなくなる理由があるんだよね。まあ、それは俺の頭悪いだけかもしれないけど、あれ何の話した方がいいかな。ていうかこれマニアのこのギアの話は多分すげえ大事で、マニュアルも、その、なんだろうな、初心者向けな感じのマニュアルと、そうじゃないマニュアルっていうのがあって、要は、すげえなんか、なんて言うんだろうな、ちなみにこれはどうかっていうと、すごい初心者向けだと思います。86なんかに比べたらもう全然、86は、案外シビアだった。なんだろう、僕ロードスターと差が大きいのせいなのかなんかもしんないけど、いや結構なんていうかな、いろいろシビアだったんだよね。で多分いろいろシビアとか言ってんだけどさ、よく言えばスポーティーな感じ。もうギアのコキコキはすげえ良かったけどね。あれ？なんか話が下手くそだな。全然これじゃ車のレビューになってねえよな。なんか。この運転してるシーン見りゃ何となくわかんじゃんよって話だとは思うけど、だとこれ車はすごく静かだよね。もうロードスターなんかに比べたらもう全然静か、まあこうやってエンジンの音も聞こえてくるけど、すごくこうなんていうの、防音材がしっかり入ってんだなって感じられる、すごい感じられますね。あと足回りがさ、すごいこう柔らかいね。まあ一人で乗り心地がいい、これはちょっと賛否両論あるんじゃねえかなと思うな。そのなんだろうな、要はインテアールとかさ、ロードスターとかそういうのをこう基準にしちゃうと、ちょっとまあね、比べちゃいけないかもしれないけどね、もうちょっと僕的には足固めたいかなって気持ちにはなるけど、まあこれはこれでも、いいかな。だからちょっとあれね、コーナー攻めるのはちょっと怖いかもって今は思ってるけど、一度も攻めたことないから分かんないけど、まあ何しろね、慣らし運転中なんで、そんなコーナー攻めたりは一回もしてないかな。どうなんだろうと思うけどね。
まあ楽だよね多分。楽、あ今楽で思い出したけど、これフットレストないんだよね左足の。もうそれだけはなんとかしてほしい。いやマーチなんかね足が疲れちゃうんだよね。フットレストって超大事だな。当たり前のようにこう使ってたんだけど、あのいざこうフットレストがついてないと、ちょっと60キロ切っちゃうとやっぱあれだね、6速だとしんどいね、5速にして、それはそうだね、ちなみにパワーだけど 1.5 リッターのそのロードスターから乗り換えた僕からしてみると、なんかあんまロードスターと変わらなくねっていう感じ。まあロードスターはさすがにパワーがあったけど、でもロードスターから乗り換えだったら別にそんなパワー不足感じないんじゃないかなって思うよ、どうしてもロードスターと比較しちゃうけど、ロードスターってさ、あの何速に入ってるかここに表示が出るんだけど、それ欲しいね俺も。なんかあの表示があるのに慣れちゃったから、なんかひょんな時にこれ今何速入ってるんだっけ分かんなくなるときあるから、そういうのか分かるようにしてほしいね。なんか今あの路面跳ねた感じなんだけど、まあなんだろうな、乗り心地いい感じのなんつうの段差の乗り越え機能と、あとなんて車硬いっていうかしっかりしてるよね。乗り心地がいい云々とかっていうのも大事だけど、車がさカチッとしてるかって大事だよね。なんかボディがふにゃふにゃしてるっていう感じはもう全くないよね。どうしよっかなって、この左足みんなどうしてんのこれ、マジ左足どうしてんのこれ、左足どうしてんのみんな。これ左足疲れちゃうな。これどうやってみんな左足生きてんの。フットレスト大じゃんこれ。どうしてんのこれ。あとなんかこのテレスコピッチ欲しいとかしてたけど、僕は身長 174.5cm だけど、まあ短足の日本人体型だけど、もう全然いらないね。テレスコピッチなくても割と自分のポジションが出る感じ、してます。これちょっと左行こうか。燃費は今 18.4kg だね。まあクーラーガンガンかけてるし、あんまりその燃費のいいっていう感じじゃない、そのちょい乗りばっかってて 18kg だって、まあ、ロードスターよりいいですね。しかもなんつったってレギュラーガソリンですしね。あとねこれ車の振動が全然ない。ロードスターの時ってなんかすごいこうエンジンの振動がこう伝わってきて、その振動で体が疲れちゃうみたいなのがあったんだけど、これ全然そういうのないですね。まあ、全くなくはないけどかなり抑えられてる。素晴らしいと思います。だいたいこれ何瞬間ってさ、エンジン何回転ぐらい回りました。これはこれ3000回転ぐらい回っちゃう。麻酔？
回したくなっちゃうな。どうしよう。どこ行くかあんまり目的地がなさすぎなときって事故りやすいんだよね。ぼーっとしちゃうからね。あれ、これでも外は24度ってことか。外は24度っていうことはどうだろう、外気温流しちゃう。23度ぐらいしちゃう。23度にしてみました。